茶。はい、はい、ということで、はい、今日はですね、これね、久しぶりにね、大学野球を見に来たよ。おー、いや、高校野球は、はい、たまに予選とか見に行ったりとかしてんねんけど、うん、まあ今日本当に久しぶりに大学野球を見た。それも六大学、それもゴールデンカードと言われてる。そうですね、ね、明治対慶応という。そうなんですよね。そこにはね、宗山というドラフト1位候補と、うん、キャリアは浅いけどなんか夢を秘めた清原の息子、清原君がいるという。はい、まあ、このチャンネルではね、はい、去年ぐらいでしたからね、もう宗山取った方がいいって豊さんが言われてまして。まあそうだな。はい、清原さんの息子さんもということで、はい、いろいろ動画に上げてきて、はい、もう今回は実際に生で見て、いや、生で見たくなったんだよな。そうなんですよね、話の中 でたまたまその慶応と明治がやると、はい、その後は俺は神宮に残って中継があると。そうなんです、この後ね、阪神戦このタイトなスケジュールで見に来ましたしかも今日ジャイアンツが優勝決まるという日に、まあ、まあ決まるかどうかは分からないけども ねまず宗山だけども、はい、宗山君、はい、今日3番ショートで、まあ、全体的な球場にいる所作をいろいろ見てたのね、はい、でやっぱりいい選手ってその所作ってすごく大事で、はい、かっこよく見えるんだよ。かっこいいわ、申し訳ないけど。いや、かっこいい、かっこいい。まあ、そうだな、まあ、細かいこと言ったらキリはないんだけども、この大学4年の段階でこれだけできてたら、まあ、最高の選手かなって、まあ、思うよね。特にその細かな部分はキリがないとおっしゃってましたけど、どのあたりが大学4年生の中ではすごいなっていう部分になりました？やっぱ高走手揃ってるということ。ただそれにプラスアルファ何かを付け加えたいってあるじゃない、はい、例えばバッティングだったら迫力だとか、走塁だったらちょっと細かい動きだとか、守備だったらもう少しポジショニングはこっちじゃないかなって俺が初めて見て思う時もあったんだよね。だから、まあ、そういう意味では、まあ、ちょっとの付け足しで、まあ、プロに通用するなっていうのは、まあ、すぐ分かったよね。まあ、なんとなくね、まあ、プロで例えると、まあ、吉川だとか、あ、吉川直樹選手、まあ、ああいうタイプだに なるのかなっていうふうには思うけどもね。あ、なるほど、まあ、今年の吉川だよ。はいはいはい、はいはい、バッティング今日、右にと左にと、はい、さらに当てただけのレフト前と3安打、まあ、3安打は大したことないわ、はっきり言ってこれは違う。で も、はい、でもやっぱ詰まっても持っていける、遅れても落とせる、止めてもヒット、うん、まあ、こういう当たりばっかりだったんだけども、だけどそれはバットの出がいいから、まあ、そういう風になってるなっていう、ね、思ったし、いや、内容的には、まあ、本人も不満だろうし、うん、まあ、だけどこういうヒットも打てるっていうことは率は相当残していくだろうなっていうのは感じ取れるよね。ほう、なるほど。それはもういいバットの出方ができるからこそ、うん、そう、いい形を持ってるっていうことだよね。ただせっかく見に来てんのにっていうのがあるじゃない欲が俺の中で、そうですね、うん、だからもうちょっとカチーンっていうさ、はい、ヒットを見たかったけども、でも監督がね、ツーアウトにしてまでも前のバッターに送って胸やにかけたシーンがあったけども、それもしっかり応えてるしな、ね、だから、まあ、非常にいいものを見せてもらったよね。この豊さんの中では守備、走塁、バッティング、はい、どこが一番やっぱり彼の良さだなと思いました。やっぱり打つ方ですか。まあ、打つとこだけども、これがまあワンランク上のピッチャーになってくるじゃない、まあ、そうした時にどのぐらいのキレとかどのぐらいのミート力だとか、そういうものがこう発揮できるのかなっていうのが、まあ、一つ一点だよね。でも、まあ、形はいいものを持ってるから、まあ、それも慣れれば大丈夫かなという、まあ、守備は今でももう使えるかな。へー、守備は使える。ただまあ人工芝の守備とやっぱ土のグラウンドだとか、まあ、例えば松田だとか甲子園、まあ、これも土だけども全然違うような形態が、でまあエスコンタと だからそういうところでどういう守備を見せてくれるかっていうのは楽しみだけどね。まあまあ彼のセンスだったら多分大丈夫だと思う。センスはいいですか。やっぱりセンスはいいな。ただ一球低投して危なかったシーンがあったけども、あれはやっぱこうしっかり投げとかないとね。でも低い球で強い球を投げようとする意識はいいね。やっぱり広陵、明治、この辺りでこう鍛えられてるっていうのは、まあ、まあ、そうあるかもしれないですね。いや、あるある、はい、まあ、かっこいいわ。かっこいいですね。かっこいい、やっぱそれもやっぱ大事な要素だからな、はい、うん、ちょっと花があったような気がしますね。花があるな、はい、ただそのもう少しこう大きいのかなと思ったらちょっとキャシャっていうような感じにするね。そうですね、まあ、そばで見たらどうか分かんないんだけども、だから少しこうちょっとタッパという意味ではさ、ちょっとあ意外に細かあのちっちゃいんだなっていうね、うん、まあ、その方がいいのかもわからないけどね。あ、そうですね、まあ、今年もう
1ヶ月切ってますけども、はい、ドラフトでやっぱり1位じゃないかと、まあ、間違いなく消えていくよ。やっぱり1位ですか。やっぱり1位だろうな。まあ他の大学のショートっていうのはなかなか見てないけども、まあ映像とかでは見たことあるけどもね、まあ比べるとやっぱりいいものはあるな。もし豊さんがこう仮に首脳陣だったら、もうやっぱり1年目からショートで使っていきたいと思わせるような選手ですかね。あ、やっぱりね、経験をしながらやっぱこう大きくなっていく選手の一人だから、やっぱその経験をこう餌に大きくなる。だからもう経験しかないの。だから練習して技術的なこととか、まあ、いろんなことっていうのは彼はもう分かってるな。自分がこうしたら打てるとか、こうしたら守れるとか、まあ、だから、まあ、そんなに多くは教える必要もないし、ただその経験が身になってくればもう十分通用する。なるほど。ということは即戦力で今ショートで使いたいとかあるチームは、もしかしたらドラフトで指名する可能性はある。あ、もちろんということですね。もちろん。なるほど、はい、もう一人ですね、はい、慶応大の4番の清原君。まあ、そうだね。はい、まあ、とんでもない三振も見たし、はい、ちょっとサイドハンドというか、そうですね、まあ、スライダー全部投げられて、まあ、3球振って三振、うん、船場様みたいなピッチャーにね。まあ、そうだね、はい、で、あ、やっぱ経験が浅いのかなとか思ってたんね、うん、やっぱもう少し打席数を増やさないかんなとか、まあ、いろんなピッチャーと対峙してやっぱそれをどう打っていくかっていうのを自分の経験の中で処理していかなきゃいけないなっていうのはこう見ててあったんだよね。で、最後ツーアウトランナーなし、1点差で迎えた9回裏、ね、ここでおい打ったらやっぱすごいよなって言ったら初球をセンターバックスクリーンちょっと左に放り込んでみたいな、同点みたいな、親父は泣いちゃうみたいなね。いや、それ感動するわ。でもそれはやっぱなんか星の下ってよく言われるけども、スター性があるんだよやっぱ彼には。で、意外性というか、うん、だからそれはやっぱ魅力の一つやな。なるほど。だから奇想天外の選手かもわからないよ。だからそれまではなんかこう全くノー感じのバッティングを見せていて、そうですね、で初球から振りに行っても空振りが多くて、それが最後の打席初球ホームラン打つか、しかもバックスクリーンになあ、やっぱいいものを見せてもらったというかさ、だからもうなんていうの、いろんなことがあってもこの一打でチャラになるというか、そういう選手だな。なるほど。多分だから魅力はあるわ。おそらく明治とするってなると、まあ、宗山君もいますし、おそらくこうプロのスカウトの方も来られてて、さらに慶応で自分が清原って名前もありながら、うん、このプレッシャー見る目が多いっていう中でこう結果を出していくっていうのは、まあでもそれ以上にそんなことよりも純粋に野球に入り込んでるのかなっていう、うん、と思うけどな。だからそんな人の目とかなんとかって言うんだったらあんなにバット振れないよ。いや、だけどそうじゃない、やっぱ打席に入ったら何をするのか、それはもう振るために入ってんだからみたいな、そういう割り切りが彼にはあるな。うん、だからその割り切りは絶対捨ててほしくないし、それが彼の一番の持ち味でいいとこだと思うから、うん、だから振るっていうことを忘れないように、うん、これからもね、うんうん、その結果、振るっていう結果が最後のホームランにつながってるし、はい、ね、あんなところで初球から振り回せないよ。確かに。でも初球行くんだから大したもんだと思うな。やっぱりすごいものがあると、やっぱいいものを見せてもらったな、うん、今日は。なるほど。なんか純粋になれたね。まあ自分のフィードバックして自分の時どうだったのかなみたいな思い出しながらちょっと見たけども、やっぱ学生役っていいな。ただ勝ちにこだわるあまりに少し小さくなってる部分があるな、はい、選手たちが、はい、あの、だからもう少し荒削りでもいいんだよって、速いボール投げてやるとか、そうですね、フルスイングしてホームラン打ってやるとか、そういう荒削りな選手もいていいなっていうふうにはちょっと感じたけどね。なるほど、うん、そうですね。あと豊さん、他気になる選手。いや、明治のキャッチャーの子とか小島君とかもすごくいいな。よかったですね。まあ、魅力はあるなって思うし、まあ、明治の一番の子も、はい、センターの子ですね。そう、まあ、ちょっといいなと思うし、まあ、結構素材豊かな子が多いな。あ、ピッチャーの子もいる、高須君、はい、まあ、甲子園静岡高校で多分出てると思うんだけども、この子もなんか高校の時もなんか、あ、おぼろげに覚えてるし、あ、いいなって、あ、成長してるなっていうのも感じたし、何よりもでかいな。でかい。だからすごく魅力のある選手はたくさんいました。なるほど。まあ、その子たちはもしかしたら来年再来年あたりのドラフトになるかもしれませんけども、まあ、ね、はい、まあ、引き続きね、うん、追っていきながら
そうだな、ね、野球が12球団が盛り上がるようなスター選手になってほしいなっていう ね、いやそりゃそうだよ、思いですよね、うん、はい、まあプロ野球って甲子園、高校野球ったら甲子園ね、聖地だけども、まあ、神宮っていうのは大学生の聖地だな、いいな、やっぱ雰囲気が、はい、あの一生懸命な応援もね、そうだよ、改めて来てなんか初心に帰るというか、はい、初心を思い出させてくれたというか、まあ、そんな感じがしました、はいはい、まあ、今日はねドラフト注目2選手に密着ということで、はい、そうだね、はいはい、まあ、本当に楽しい時間をありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。